ようこそ。んどうしましたああ、はい。私は今日からここで巫女をさせてもらうようになりました。どうぞよろしくお願いします。何じっと見てるんですかそんなに見つめられたら、恥ずかしいです。それとも、私の顔になんかついてますか それにしても本当にお久しぶりですねあまあ初対面ではないというかあの少しお時間よろしいでしょうかでは拝殿へ来てもらえますか普通は人は入らないところなんですけどお兄さんは特別にどうぞこちらです どうぞ、お入りください。こちらへ、私の隣にお座りください。今日神社に来られたのは、落ち込むことがあったからじゃないですかわ <laughs> かります。お兄さんはいつもそうです。嫌なことがあると、いつもこの神社に来てましたから。そう、子供の頃から。 まだ、わかりませんか私が誰なのか。<laughs> ふぅ。これでどうじゃ見覚えはあるかこの毛も耳と大きくてもふもふの尻尾。<laughs> そうじゃ。わしはこの神社に祀られている、九尾の狐じゃ。 おぬしが子供の頃は毎日一緒に遊んだものよのうこんな固い中には遊べるような場所もなく同じ年頃の子もおらんかったじゃからおぬしと二人この鳥居の下でかけっこしたりかくれんぼしたりいつも遊んでおったおぬしが転んで泣いて慰めてやったことも何度もあった <laughs> こうやって もふもふの大きな尻尾ですっぽり包み込んで <laughs> あったかいじゃろわしもお主のぬくもりが感じられるやはり以前よりも大きく重くなったのう,うお主の息が尻尾にかかって少しくすぐったい <laughs> じゃが <laughs> まあ、それもよかろう。お,おい尻尾を撫でるのはよいが、そんな風に触ったら、くすぐったいではないかおお。だからといって、全く撫でられないのも少し寂しいの。くすぐったくないようにするというのであれば、撫でさせてやらなくもないが。 尻尾を撫でられるのは気持ちのいいものじゃな <laughs> よし今度はわしが撫でてやろう <laughs> どうじゃ尻尾でくすぐられるのはくすぐったいか <laughs> 子供みたいじゃの <laughs> ほれ今度はちゃんと撫でてやろうよーし よーし <laughs> 気持ちよさそうな顔をしよってこうしておぬしを包み込むのは何年ぶりじゃろあの頃は悲しいことがあるたびにいつもここに来てこうしておったのにあんなに小さかったおぬしがここまで大きくなっておぬしを初めて見たのは 生後一ヶ月の初宮参りの時じゃった。玉のように美しく艶やかで、可愛い赤子じゃった。それから、毎年の初詣と七五三、合格祈願に就職祈願と、事とあるごとに何度も参拝してくれておったというのに、いつの間にか、ばったりと来てくれんようになった。 そうじゃった今日ここへ来たのは何か落ち込むことがあったからじゃろわしが聞いてやるから何でも話してみるがよい、うん、そうか人と比較して自分が劣っていると感じると他人を妬む気持ちはわかる羨む気持ちも理解できるじゃがな 人にはできないが、お主にはできることがある。お主にはお主の強みがある。自分にできることをすればよいのではないかそうか。確かにそういう時期もあるじゃろう。じゃが、そういう時期も決して無駄ではないはずじゃん。お主、冬は何のためにあると思う冬の寒い日には、 花は咲かん。それなら冬は無駄なのかと言ったらそんなことはないはずじゃ寒い日には無理に花を咲かせんでよいそんな日は地面にしっかりと根っこを張ればよい少しずつ少しずつ根っこを張っているうちにいつか春が来る春が来たら花を咲かせればよい厳しい冬を耐え忍べば きっと暖かい春が訪れるじゃろう。<laughs> んなんじゃ他にもあるのかほう、数字が気になっておるのか数字で物事を捉えてしまうのは仕方のないことじゃ。わしも参拝者やさいが少ないと気を落とす。昔は良かったのにと比較して正直へこんでしまう。 んじゃが、少なくなったと言っても、今でも参拝に来てくれる者はおる。じゃからこそ、その一人一人を、わしは大切にしたいと、そう思っておる。お主はいつも頑張っておる。少し頑張りすぎじゃ。たまにはこうして、わしのもとへ訪れ、尻尾に包まれ、ゆっくりと休むがよい。 何があろうとわしは味方じゃお主はこれからもっと成長すると信じておるし才能があると確信しておるつらい時はいつでもここへ来て何でも話してほしいお主が元気になるまでずっとそばにおるぞそうか元気が出てきたかそれはよかった <だ> <laughs> ん何を言うておる返すわけなかろうわしはお主をすいておるもうわしのものじゃ久々にお主が来てくれて手放したくないと思ったこのまま返せばもう二度と会えなくなるやもしれんじゃからもう一生この神社から外へは出さん わしは子孫繁栄の神じゃ。このわしと、夫婦となれ。では早速始めようではないか。このままの姿でもまぐわうことはできる。じゃが、いかんせん初めてじゃし、人間の女子の姿がいいというなら、それでもよい。変化などお手のものじゃから。 お主が理想とする美しい女子の姿になることなど造作もない。先ほどわしの巫女姿に見惚れて、鼻の下を伸ばしておったじゃろう。先ほど以上に魅惑的な姿にだってなれる。それこれでどうじゃまったく。お主はわかりやすいの。 もちろん着物の下だって、お主の理想通り。いや、それ以上じゃ。ほれどうじゃなかなかじゃろう。さ、こ考よれ。たくさん子供をこしらえようではないか 旦那様。